皆さんこんにちは、サクワタビチャンネルのアイナとサキラです。今回は J リーグ60クラブ巡り第12弾ということで、出ノ葉山口 FC さんのホームゲームへやってきました。はい、出ノ葉山口 FC のホームスタジアムは維新未来フスタジアムということで、このドドンと立ってる感じがすごいかっこよくって、もうウェルカムアワースタジアムってね書いてて、もすごい出迎えてくれるスタジアムだなって思います。はい、ね、今日はですね、出ノ葉山口さんのイベント内のトークショー、メインステージの方で私が、はい、なんと出ノ葉山口の渡辺社長と大学生グループの新世代の皆さんとトークショーに出演させていただきます。だいぶ、ね、坂旅初の試みなので緊張もありますが、初の山口、出ノ葉山口のホームゲームを楽しんでいきたいと思います。それでは出ノ葉山口 FC のホームゲームへレッツゴー。今からグッズを見に行きたいと思います。ラララララ We are the one。ブランケットあんです。グッズめっちゃある。これもこっか、スタジアム到着してグッズを持ってなかったので、じゃじゃん、恒例のフラッグ、こちら M サイズです。はい、S がちょっと売り切れててんな。なのでそれになんか大きい大きい、でも多分他のサイズと一緒やねんやろうけど、ここが長い気がしたから S にしようかなと思ったら S は売り切れやって M にしました。はい、あと私はこのフラッグと、あとこちらですね、レノマルくんのタオルマフラーをゲットしました。この並んでるレノマルくんが可愛すぎて一目惚れです。私のグッズはフラッグとタオルマフラーです。はい、はい、私はじゃじゃーん、このエンブレムのタオルマフラーをゲットしました。この、ね、渋い、巻いた時にちゃんとこう前にエンブレムがこの方向でくるタオルは結構めちゃめちゃ好きなのでこれにしました。あともう一個ちょっと迷ってたのがあって、私のお母さんが買ったやつなんですけど、じゃじゃーん、この合ってる、うん、真ん中にエンブレムがあるタイプです。うん、で、右と左で色がオレンジと紺に分かれてるやつね。これがめっちゃいいねっていうのと、あともう一つ漢字で山口って書いてたのもめっちゃかっこよくて、柄が和っぽくってな、そう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 、結構よくて、これと、このエンブレムのタオルマフラーと、レノマルくんと山口って書いてる4種類かな、うん、チームの、あとまあ選手のフェイスタウン、名前入りのフェイスタウンとかもあって結構グッズも豊富でめっちゃ良かったなという印象です。で、今日はなんと新商品、グッズの新商品が発売ということで、じゃじゃん、このレノファ山口のドロップスが本日から販売開始だそうで、これは買ったんじゃなくて、実はレノファ山口のサポーターさんからいただいたものになります。これをオレンジ味なんでちょっと子供にも食べやすいかなと思ったり、これを食べながら応援していきます。じゃあ私はちょっとトークショーの出演の、打ち合わせ等の時間もあるので12時ぐらいには、メインステージの方に行くんですけども、それまでにスタグルーで腹ごしらえをしたいと思います。今日はなんと、なんと好きな肉巻きおにぎりがあるんです。イエーイ、早くお肉食べたい。じゃあ肉巻きおにぎりへレッツゴー。今回のスタグルはもちもちポテトと私の大好きな肉巻きおにぎりと肉巻きおにぎりのお店でだし巻き卵が売ってたので、それをいただきたいと思います。それでは早速肉巻きおにぎりをいただきます。いただきます。うわ、最高です。ああ超美味しい、超美味しい。は
い、ボーノさんで私は22番の生駒選手おすすめのオマールエビとラグートマトクリームソースパスタを買ってきました。選手のね、なんか行きつけ、結構選手も行ってるお店みたいで、あの今日お会いした山口のサポーターさんに教えていただいて、おすすめはここのパスタだよっていうので、ね、パスタをゲットしました。あとボーノさん特製のフォカッチャサンド、チキンとポークのチキンタルタルとポークエッグの2種類あって、今回はうわすごい、ちょっと見て何それじゃじゃーん、うわプラッサン、えこれすごい粋なね、フォカッチャサンドです。うわ、やらか、うわ、美味しそう。こんな感じで中が、あのペロンとめくったらこんな感じでポークとエッグがぎっしり詰まってます。美味しそうなサンドでは今日は、はい、食べて応援頑張ってきます。こちらが22番の生駒選手おすすめのオマールエビのパスタです。ちょっとね、もしかしたらあの男性がっつり食べたい人は物足りないかもしれないですけど、女性にはあの求めてたこういうサイズ600円で、ね、結構お手頃やなと思ってん。こういうね、いや分からん、でも意外と深さあるから結構いっぱいなんかもと、まあ、さっきも見せたんですけど、このフォカッチャサンドいただいていきたいと思います。うん、うん、うん、エビの甘みが最高です。いただきます。綺麗な卵焼きです。あの高校時代を思い出しますね。お弁当にお弁当作ってるって作ってて、なんかいかに美味しいだし巻き卵を作るかっていう研究をしてました。いただきます。めっちゃ美味しい。好きなだし巻きの味最高。めっちゃふわふわやし、美味しい。美味しい。どう？今日結構なんかガッツいてるやんな。もう急いでるから、ね、めっちゃ美味しい。いる？うん、もうないやん。お集まりの皆さん、改めましてこんにちは、スタジアム MC の金田あなぞみです。どうぞよろしくお願いいたします。続いての場外ステージイベント、レドフ山口のファンを増やすために活動されています大学生グループ新世代の皆さんにお話伺っていきたいと思います。新世代のゆうきさん、あかねさん、よろしくお願いいたします。お二人自己紹介からお願いします。はじめまして、新世代ので活動しています、あかねと申します。今日はよろしくお願いします。はい、同じく新世代で活動しています、ゆうきと言います。今日はよろしくお願いします。エネルギッシュなお二人に来ていただきました。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さらに本日はゲストをお迎えしております。まずはサッカー観戦の魅力探求のため、2023シーズン J リーグ60クラブ巡りを題として日本を旅する大学生、サッカー観戦の魅力を YouTube チャンネル、サカタビチャンネルで発信されておりますさきらさんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、J リーグ2023シーズンですね、 J1 から J3 まで60チーム巡って旅しています、さきらと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ
デノファ山口代表取締役社長の渡辺博文さんです。よろしくお願いいたします。皆様ご存知だと思いますか、はい、一応自己紹介お願いします。はい、レノファの代表の渡辺です。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆様見えない見えちゃしました。どうスタジアムワクワク綺麗なんか綺麗よな、ほんまにできたてめっちゃこのスタジアム綺麗。ゲートがね、6ゲート。お、選手パネルちゃん。いるじゃん、パネル。湯田温泉の足湯のところでもらったこの手ぬぐい、ちょっとロゴがいい感じだったので風すごいね、前髪の目の柱木として使っています。席はメインスタンドの MA 席から観戦で、ちょっと今は日陰で寒いんですけど、夕方試合終わる頃には西日がすごいみたいなんで、ちょっと紫外線対策もしながら観戦していきたいと思います。そろそろ選手入場なので楽しんでいきましょう。タイムはちょっと外でデザートのクレープをゲットして戻ります。ハーフタイム抽選会って結構どのチームもしてると思うんですけど、レノファ来てびっくりしたのが、あ、レノファ発音がちょっと違う、レノファに来てびっくりしたのが、よくあるのは入場ゲートでもらったマッチデープログラムとかに当たりがついてますとか抽選番号書いてますとかやけど、レノファの場合はシャトルバス乗ってきた人、シャトルバス乗車した人に抽選券みたいなの渡してて、それは結構珍しいというかなかなかない取り組みで、交通公共機関の呼びかけもつながってるのでめっちゃいいなと思いました。山口、レノファ、山口、レノファ、山口、ノンノンドロンノン、おいおい、レ
のは山口れのは山口れのは山口ルン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 おいおいれのれのはゲットゴーれのはゲットゴーラララララれのはゲットゴーれのはゲットゴーララ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 ラやったー大成見ました。今回はですね、公式のイベントでトークショーに出演させていただくという私たちの活動でも初の試みだったので、めちゃくちゃワクワクと緊張でドキドキ、本当に、ね、どうなることやらと思ってたんですけど、無事に、はい、緊張しながらも楽しくお話しさせていただきまして、他のスタジアムグルメなどもすごく堪能させていただきました。めちゃくちゃ充実した一日になって、もう最高です。スタジアムの中もすごく綺麗で、あの山が広がってて緑にあふれたピッチだったりし、奥も山で緑やったりして、めっちゃ目にいいスタジアムで、 あとはね、ゴールが決まった瞬間はもう会場がブワーってなって、まあ、思わず私たちも立ち上がって周りのサポーターの人とハイタッチなどして、久しぶりやったら知らん人と一緒に喜ぶっていうのが、そういう空間を皆さんと共有できたのがすごく良かったなって思います。次回はサンフレッチェ広島の動画がアップされるので、そちらもお楽しみにしてください。それでは次の動画かスタジアムでお会いしましょう。バイバーイ。